右ハンドルは戻る。で、右上で画面キャプチャー。これですね、進むボタンがなくなったんですよね。どうもこんにちは、グレフです。趣味でガジェット紹介チャンネルへようこそ。本日は私のメインスマホ、Z Flip5 に関する動画になります。私、メインスマホを iPhone から Z Flip5 に乗り換えまして、2ヶ月ほど経過しました。こちらの iPhone からZ Flip5、いわゆる Android にしてメインスマホにしたから分かった Android スマホのめちゃめちゃ細かいところまで使用感をレビューしたいと思います。いい点といまいちな点、その辺をお話ししていく形になります。今回はZ Flip5 というか Android 全般に言えることを中心にお話ししていきたいと思います。今、iPhone 使ってる方多いと思いますけども、 Android スマホも気になってるんだよなという方はぜひ見ていってください。以前にはこの iPhone から Z Flip5 に LINE を2週間以上でも移行したという動画も上げております。こちらも好評なのでいろんな方に見ていただきありがとうございます。こういうスマホとか普段はカメラとかね、ガジェットで中心に紹介しているチャンネルになりますので、チャンネル登録されてない方は先にそちらもよろしくお願いいたします。本日の動画の内容はこんな形です。一番最初にこの Android スマホ購入前から気になっていた点、それを先にさっとお話しして、その後に2ヶ月使ってみて良かった点といまいちな点をお話しします。で、最後にこの Z Flip5 使ってる上で今後もうちょっと活用したいなという検討事項もお話ししてまとめていきたいと思います。いい点といまいちな点は Android 端末全般と Z Flip5 限定の項目でちゃんと分けて説明していきたいと思いますので見やすくなっているかと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまず Android スマホを購入前から気になっていたことを2点お話しします。1つ目が LINE の未読機能についてですね。iPhone の場合は LINE のトーク画面でこう長押しタップすることで既読をつけずに未読機能のまま読むことができて、それを便利で使ってたんですけども、Android にするとそれが使えなくなります。それについてどうだったかということなんですけども、個人的には最近使っていなかった機能なので、あまり気にならないという感じです。もしかしたらそちら気になる方は、微妙かなと思うかもしれませんが、一度その未読機能を使わずに試してみたら意外といいかなという感じです。僕はもうすぐ読むようにしてるんで、あまり使わなかった機能かなというところです。で、もう一つが、これ Z Flip5 限定になるんですけれども、折りたたみってどうなのっていうところですね。この折りたたみ機能ってどうなのというところを最初にお話ししておきますと、ちょっと面倒なんですけども、この折りたたみならでも良さもあるというところですね。基本的に家では面倒なので開いたままで運用してます。これぐらいのサイズのスマホとして家では基本的には開いたままで運用している形になります。この開く時なんですけど、たまにここに指を挟みます。このヒンジのところにたまになんですけどグッて指を挟むことがあるので、それが痛いというところは、いまいちな点ではあるかなというふうに思います。この辺はこの Android スマホまた Z Flip5 購入前から気になっていた点だったので先にお話ししておきました。ここから実際の画面見ながら説明していきたいと思います。はい、それではこちらの画面でお見せしていきたいと思いますが、まず Android スマホのいい点を先にお話ししていきます。こんな感じであります。いろいろありますので気になる方は止めて見てみてください。では順番にいきたいと思いますが、まず、こちらにある通りホーム画面のカスタマイズ性、こちらが優れている点です。もちろん好きな場所にいろんなものが置けるというのもそうなんですけども、その他にもこのアプリ数の数であったり、ガジェットが豊富なところであったり、その辺が気に入っております。あとこういうアプリのグループなんかもね、たくさん置けるところもいい点なんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。はい、続きましてはこちらですね。何より嬉しいライトニングからの卒業、USB-C になります。それによってですね、ケーブルが1本で統一できることであったり、こういうふうに USB-C 製品のモバイルバッテリーとかね、そういうのにいろんなものを統一していくことができておりますので、それはめちゃくちゃ今はかどっている点になります。はい、続きまして戻るボタンについてですね。はい、こちらですね、ページ行ってブラウザとかでも、右からでも戻れますし、左からでもこう戻るみたいなので、非常に便利にこうスワイプできているのがいい点になります。で、この Android のキーボードカーソル、これはGoogle 純正なのかな、Gboard の機能かもしれませんが、適当に文字を打った時にこうちょっともう1個戻りたいという時にこういう、右左のカーソルがあるのは、非常に便利かなというふうに感じています。iPhone の場合はまあこの辺のボタンを長押しすると、こういう風に、まあ Android でもできるんですけど、こう長押しして右とか左とかいう風にできるんですけど、やっぱ一文字ずつこう着実に戻ったりするなりできるのは、この Android キーボードのいいところかなと思います。続いては2画面カーソルですね。私は、後からも説明しますけど、このサイドパネルに登録しておりますけども、このボタンを押しますと、一瞬でこの YouTube と X の分かれた画面が見えたりして、これ YouTube を見ながらこうやってネットサーフィンなどもできるというような感じになっておりまして、非常に快適に使えております。この辺やっぱいいですよね。同時に見ながらできるというのはいいところかなと思います。はい、どんどんいきます。続きましてはこのホーム画面についてですけども、これがこんな感じで一周してくれるんですよね。iPhone の場合はこっち行き切ったらもうこっち戻らないといけないんですけど、こうやってぐる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 一周することができるという点です。これもまあ設定かなんかで変えることができたはずです。もちろん戻りたかったらスワイプすると戻れるというような感じで、どっちもいけるというような感じなのが非常に使いやすいです。この左側のホーム画面を有効活用できるというのがいい点になります。はい、あと地味な点なんですけど、この LINE についてです。今ちょっとお見せできないんですけども、この LINE の通知オフでバッチがつかないというところになります。これめちゃくちゃ細かい点だと思うんですけども、LINE 通知をオフにしていると iPhone の場合はバッチだけがつくんですよね。このバッチがついて、あんま気にならないけど、僕の場合は全部バッチ消すようにしてるんで、それが1でもついてると気になったりするんですけども、Android の場合は通知オフにしてると、そもそもここにも通知も来ないので、そういう雑念が入らなくて済むというのはいい点かなと思います。で続いてアラームの使い心地についてですね。これがまあ若干使いやすくなっているということです。これはもしかしたら Galaxy の機能かな、そんな気もするんですけども、例えばこんなのですね、38分後にアラームが起動しますみたいな表示が出たり、あとは消した後にまあ明日も設定しますかとかいうのが出てくる、提案みたいなのがね出てくるんですけど、そういうのはまあちょっと違っていい点かなというふうに思ったりしました。この辺は結構細かい点ですけどね、そんな感じになります。で、ここからは Z Flip5 限定の話になります。で、いい点ということで、ワンハンドオペレーションというものですね。これ非常にいいものになります。このアプリになりますけども、いろんなジェスチャーが設定できまして、ちょっとちっちゃくて見づらいかもしれませんが、この右の青いところと左の青いところに、こういう感じの戻る操作であったりが設定できるアプリでして、これ斜め下とか斜め上、この辺も細かく設定できるものになっております。私は右ハンドルは戻る。で、右上で画面キャプチャー。で、右下で画面オフというのを登録しております。で、左が戻ると、右左下が画面オフ。で、左上は設定してないというような感じで、この辺は自由にいろんな項目を設定することができます。音量アップとかね、この辺の操作感もめちゃくちゃいろんな種類設定できるので、自分の好きなものに設定できたらいいかなと思います。で、このタッチの幅だったりも自由に変えれますので、これも自分の好きに変えてあげたらめちゃくちゃ使いやすくなるという感じで、これめちゃくちゃいいものだと思います。はい、あと Z Flip5 でやっぱこのカバー画面ですよね。これめちゃくちゃいい感じです。まずまあこのいろんな設定ができるこの表紙もいいんですけども、折りたたむままいろいろ使えるというので、結構使っております。よく使っているのがこの Good Lock の設定で、この辺いろんなアプリが設定できるので、この辺でいろんな操作をしています。まあ基本的には Spotify 弾くときですかね。これ折りたたむまま操作して音楽を弾くというのをよくやっていますね。ここもいろんなアプリが設定できるので、その場に応じていろんな使い勝手ができると思います。左側は通知が来てれば通知が見れたりします。で、これも地味なんですけども、YouTube での体験なんですが、折りたたんでの YouTube 視聴が非常に快適だということです。これはこうすると、まあこれプレミアム会員の場合はこのプレミアムコントロールっていうのがついてるんですけども、Z Flip の場合はこうやって、折り曲げた段階ですぐに、このプレイヤーたちが出てきて、私よく速度を変えたりするんですけど、1.5 倍速とかがすぐにここで変えられるのはめちゃくちゃ良かったかなという点になります。で、こう戻すとコメントすぐ見れたりね、折りたたみでこの画面が操作感が変わるっていうのが、使いやすかった点になります。あとこの曲がるところに付随してなんですけども、周りの人にこう珍しがられるということで、話題作りですかね、そういうところにも活躍してくれたりします。こうやって曲げて置いてたり使ってると、何それというふうにして驚かれることが最近増えたりしました。あとは指紋認証解除ですかね。ここの部分見てもらえばいいと思うんですけど、指紋をこうパッとやるだけで解除できて、いろんな画面に行くことができたりします。もちろん開いても、こう一発で画面ロックが解除できるというような感じでめっちゃいいです。顔認証は若干使いづらいっていうのはありますけどね。あと、この Z Flip5 系、Android 系もそうだと思いますけど、いい点で言うと顔認証した後ですね、スワイプ動作が不要でホーム画面が開くというところです。iPhone の場合は、顔認証します。その後にここスワイプ入れますよね。必ず。シュッて。ただ、Android の場合は、顔認証した後、スワイプなしで操作ができますので、ここはもう絶対に Android の方がいいところですよね。はい、続きまして、Android のいまいちな点、お話ししたいと思います。こんな感じで、あります。気になる方は止めて、また見てみてください。どんどんいきたいと思います。まずはですね、Spotify の右スワイプお気に入りができないという、この細かいのからいきますけども、こちらはiPhone と並べて比較したいと思いますが、例えばこの辺の曲、お気に入りキット登録したいなと思ったら、iPhone の場合はですね、これ右スワイプすると、こうお気に入りに登録すぐすることができたんですけど、それが Android はできなくてですね、この左スワイプはできて、再生リストに登録できるんですけども、この右スワイプが効かなくて、登録できないというのがあったりしますね。そこはちょっと iPhone から使ってて微妙だと思った点になります。はい、続きまして、先ほど E 点の時もフォルダ分けのお話をしたと思うんですけども、フォルダ分けがちょっと多すぎて、指が届かない時は若干ありますね。これ全部で 3×4、12個かな、設定できるみたいなんですけども、これが多すぎて、指が届かない時がたまにあるという感じですね。あれみたいな時はあります。iPhone の場合はこれ 3×3 ですね。コンパクトになってました。画面サイズの大きさも違うので、その辺も関係しているかもしれませんが、その辺が、微妙というかね、あれと思った点では1回ありました。はい。続いても細かい点ですけども、メルペイの ID が使えないという点ですね。iPhone の場合はこのメルペイは ID 登録ができるんですけども、なんか Android の場合はできなくて、なんでだろうという感じですね。逆になんでできたんだっていう感じもありますけど、結構メルカリとかも使えますので、これがメルペイの ID で支払えたのが iPhone で、ID アプリで登録してやればできるんですけども、例えばこの前もちょっと紹介しましたけど、Pixel Watch とかですね、これとかで支払いするときにメルペイの ID が使えなくなったので、それどうしたらいいかなっていうのは今ちょっと迷っている点になります。続きまして、iPhone ショートカットが使えなくなったというところですね。これはこの iPhone ショートカットがかゆいところに手が届くというようなアプリだったので、それがなくなったのが、惜しいなというところなんですけども、今見るとこのショートカットで設定してたのは、Notion のあるページをすぐ起動するとか、スイッチボットのこの進出ライトをオフにするとか、なんか本当に細かいところだったので、なくてもいいかなっていう感じでは最近はなってきてはいます。iPhone のショートカットって必須ではないけど、かゆいところに手の届くような、そんなアプリだとは思うので、それがなくなったのは、ちょっと、最初は戸惑ったかなという感じです。はい、続きまして、またブラウザに関してですけども、これですね、進むボタンが、なくなったんですよね。iPhone の場合はこの進むボタンがあって、さっき行けたページやったらここに行けば進むことができたんですけど、Android の場合はその表示がこの画面になくて、一回ここを押して、ここを押すと進めると。いう感じで一つ操作がいうことになったので、この戻る進むボタンって結構良かったなっていうふうに思います。 iPhone はこの直感的にもねいけたりするので、この辺が良かったかなという感じです。 Android はこう逆に戻ってしまうんでね、その辺が、最初は慣れないし、ちょっと使いづらいかなというような感じですね。 iPhone の方がブラウザの使い心地は良かったですね。あと最後のちょっと細かいいまいちな点ですけれども、SNS 系の話ですね。この Instagram とか X とかで投稿した後に投稿が完了しましたっていうのが通知でなぜか来るんですよね。これってオフにできないですか？なんかこれいらない機能だなと思ってまして、何でもいいんですけど、ポストするテスト。ポストしますね。ポストすると、これなんか通知が来るんですよね。で、一瞬なんでそんなもんっちゃそんなもんなんですけども、これなんか消せないかなっていうところはあります。続きまして、Z Flip5 のいまいちになってるんですけども、まずバッテリー持ちになります。これはまあいまいちから普通かの間ぐらいという感じですかね。普通に使っても1日持つか持たないぐらいという感じで、朝 100% で夜には 20% とか 30% とかになってる感じですね。気になる人は、ディスプレイの最適度を下げて 60Hz 運用とかにしたらいいんじゃないかなと思いますね。動きの滑らかさ。私もこれ 120Hz でやってますけども、気になる方は 60Hz とかでバッテリーを節約したらいいんじゃないかなと思います。先ほども少し触れましたが、顔認証、これはほとんど使っていません。特に顔認証が使いづらいというわけではなくて、指紋認証が使いやすいというような感じですかね。結構速いですけどね、速度もね。はい。で、最後に Z Flip5 の、検討事項というところで、まだまだ使いこなせていないところを最後にお話しします。1つ目がエッジパネルですね。先ほども少しお話ししましたが、このエッジパネルの使い方がいまいちうまくいってないかなというようなところで、こんな風に設定はしてるんですけども、なんかうまい使い心地がないかなと、もうちょっと考えているところではあります。なかなか難しい。このエッジパネル、ここら辺に薄く乗ってるやつですけどね。こうシュッてやると出てくるというやつです。ここ以外触ると、先ほどのワンハンドオペレーションが出てくるという風に設定しています。はい、あとカバー画面ですね。先ほどいい点で、お話ししたんですけど、もう少しなんかうまく使えるようになれば、このタイマーとかも全然使えてないので、この辺もどんどん使ってうまく使っていきたい検討事項にはなります。あとこの辺ですね。電源ボタンと音量ボタンが近いんで、これ慣れるのには少し時間がかかりましたけど、最近は慣れてきたかなという感じです。この下が電源ボタン、上が音量ボタンということで、同じところにあるんですよね。iPhone は音量が左、電源が右とかになってるんで、こっちはもう直感的に分かったので、iPhone の方が使いやすいです、その辺はね。検討事項もいろいろありますけど、またいろいろ試してみて、使いやすい点見つかったらまた、動画にしようと思いますので、チャンネル登録までして、ぜひよろしくお願いします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。本日は、Galaxy Z Flip5Android 端末をメインスマホにして気づいたいい点といまいちな点をお話ししてみました。2ヶ月使ってみて、いろんなことを今お話ししましたけど、総じて Android にして結構満足してるということで、結構これ意外だったんですけども、やっぱりいろんなカスタマイズ性ができるという点が、ガジェット好きな私には合っているかなということで、今後も全然 iPhone に乗り換える気はないです。はい。使ってみてAndroid と iPhone どっちがいいですかって言われたら、今はAndroid かなというふうに思います。ただ今メインパソコン Mac とかにしてるんで、こっちはサブスマホとして、iPhone はサブスマホとして今後も活用していこうかなとは考えております。この動画いいね、参考になったという方はグッドボタンよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういうスマホとか、他にはカメラとかね、ガジェットの話を中心にしているチャンネルになります。この Z Flip5 また使ってみた使用感とかもまた良くなったら動画にもしようと思いますので、そういうスマホとかガジェット興味ある方は、次の動画更新見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。年内1000人目指しておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん今日もグッドライフを。バイバイ。バイバイ。